めちゃめちゃ綺麗やんか。これがピレネー山脈ですよ。はい、こんにちは、朝日です。今ここはスペインとフランスの間にあるピレネー山脈の中の小国アンドラ公国に来てます。ネットには買い物天国とか書かれてるんですけど、飲食店でビール飲んだりご飯食べたりするのはスペインよりは高いかなっていう、そんな印象だったんですよ。どこが買い物天国やねんとか思いながら、そんなアンドラ公国一体何が魅力なのかたくさん調べた結果、この周りを囲むピレネー山脈、これがやっぱり見どころなんじゃないかと思いまして、マドリュー渓谷というアンドラ唯一の世界遺産であり自然遺産に行ってみたいと思います。ということで、これがマドリュー渓谷のマップですね。現在地、ここめちゃくちゃ広いんですけど、多分こういう感じのルートで帰ってきます。さあ、それじゃあ行ってみましょう。ほらほら、最高や。マイナスイオン出まくり、めちゃめちゃ気持ちいい。ピレネー山脈の中にある標高2000メートルを超えるこのマドリュー一帯では、夏場に牛、馬などの放牧が行われています。牧道が多くの家畜を移動させながら飼育する独特の方式で、700年以上変わることなく続けられてきました。またこんな険しい山中に多くの製錬所があり、フランスから来た鉱石を上質の鋼にしてスペインに輸出、そしてアンドラの経済は潤っていたと言われています。製錬に必要な炭は山の木から、鉄を鍛える動力は渓流の水車で得ることができたのがこの場所で栄えた理由です。現在は人が住んでおらず、トレッキングルートになっており、ハイキングやロッククライミングなど自然を楽しむ愛好家が集まるこのマドリュー渓谷、中世から700年以上変わらない牧畜や自然、製錬所の跡など人と自然が織りなす景観が評価され世界遺産となりました。おお、なんか家出てきました。車では絶対来れないし、すごい場所に建てたもんやで。おお、また家が出てきた。お、馬がいる。このずっと歩いてるそばを流れてる川、この渓流がマデリウっていうらしい。おお、あんなところに休憩所かな、ロッジあります。バーベキュー用のコンロじゃないですか。寝袋とか持ってきてここで一泊しても面白いですね。ここが分かれ道です。こっちまっすぐ行くと元来た場所に戻れないんで、この丸太の橋を渡って向こうに行きます。すごい景色のところに来ました。おお、すごい場所に人が住んでたもんやね。後ろの山とかもすごいし、このコントラスト、ペーターとかがいそうな、そんな雰囲気です。頂上かな、表札もあるし、そんな感じっぽいですね。めちゃめちゃ綺麗やんか。
これがピレネー山脈ですよ。こんな源流の水ってどうなんすかね。うまっ。冷たくてめちゃめちゃ美味しいんやけど。マジうまっ。信じられへんぐらい美味しいっす。やば、めちゃめちゃうまい。さすが源流やな。感動や。ここまで登ってきた甲斐がありますよ。てなわけでほとんど下山してきました。あとちょっとで入ってきた入り口に戻ります。よっしゃ、自転車盗まれてない。むっちゃ疲れた。結局ね、今8時半で入ったのが11時半なんで9時間ずっと山登り。でもほんまめちゃくちゃ景色良くて、緑の匂いもすごい良くて、頂上で飲んだあれ美味しかったし最高でした。個人的に大自然がめちゃくちゃ好きっていうのありきなんですけど、街で買い物っていうのもね、アンドラに来る目的でもいいと思うんですけど、どうせこの国に訪れるならぜひトレッキングしてみることをお勧めします。ということで今日の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。さようなら。